8月2日金曜日、この日に作った献立をご紹介します。孫は優しい献立、豆、ごま、わかめ、野菜、魚、椎茸、芋、この食材をねまんべんなく取るように心がけるとバランスのいい献立が立てれますよっていう語呂合わせみたいな覚え方ですね。孫は優しい献立です。まず1番手、お汁。今日もね冷たいお汁を作っちゃいました。どうも暑いとね熱いお汁を飲みたくなくって冷たいお汁です。これそうめん入りと甘辛く炊いたきのこ、わかめ、茹でた水菜が乗っけてあります。お汁の味付けは鰹節と昆布で出汁をとって塩で味付けをしてあります。そうめん入りってねこういうもんですよ。外側がね硬くてそうめんのような雰囲気で食べたかったので、できるだけねカットしないで長いまんま使いたいなと思ってこんな切り方をしてパッと茹でます。竹串が通るほど茹でるとすぐに引き上げてお水の中でね手でほぐします。するとねほぐれてそうめんみたいになるのでそうめん売りって呼ばれてます。シャキシャキとした食感でとても美味しかったですよ。お隣、今日は麦ご飯です。なぜ麦ご飯にしたかというと、とろろご飯にしたいからです。お隣、これもねもう紹介しておきましたよ。ちりめん山椒です。これ山椒の辛みをどの程度まで抜くことができるか、これがポイントですね。山椒さえお好みの辛さにまで辛みを抜くことができたらとても美味しいですね。癖になります。このスーッとした山椒の風味が嫌いな方がやっぱおられますね。山椒のねつぶつぶをわざと残すっていう方おられましたけど、好きな方はねこれ好きですね。私も好きです。口の中がスースーするのがねこう病みつきになる感じ、これはね癖になりますね。でお隣、こちらがね麦ご飯の上にかけるとろろです。こちらのとろろはね山芋をすっただけじゃなくって中に大根おろしと絹ごしのほぐしたお豆腐が入れてあります。山芋単体よりさっぱりとして食べれますね。お醤油味のだしをかけてお茶漬け感覚でサラサラサラっと食べます。これはね食欲のない時にこの大根おろしと絹ごしのお豆腐を入れたこのとろろご飯やってみてください。さあ次はじゃがいものごまあえです。こちらの動画でね紹介しておきました。ごまあえといえばね菜っぱのごまあえ、ところがどっこいじゃがいものごまあえね合うんですよ。これねやってみてください。今ちょうどね新じゃがの季節ですから美味しいですよ。さあお隣、こちらは手作りのしば漬けです。しば漬けもね先に動画で紹介しておきました。赤しそを使ってしば漬けを作ります。たくさん作った時にはみじん切りにしてジップロックに入れてねお漬物冷凍できますから、ぜひ赤しそが手に入る方やってみてください。市販のねしば漬けは塩辛いけどこれは塩辛くなくていいって言ってくださった方がおられましたよ。お漬物自分で作るとね塩加減が調節できるのでお好みの塩加減に仕上げることができます。で市販のねお漬物はたくさん添加物が入ってるっていうことで有名ですね。無添加安心な漬物です。自宅でね作ってみたらいいと思いますよ。さあお隣はウリとキュウリの漬物です。実はこのウリの漬物は失敗作のリカバリー作ですね。こちらの動画で塩辛く漬けすぎた時の漬物の塩抜きのやり方ということで紹介しました。こちらのやり方で塩を抜いたウリの漬物をキュウリのからし漬け、こちらの動画で紹介してます。キュウリのからし漬けをしたものと一緒に合わせたっていうもんですね。きゅうりのからし漬けはね、からしの味が適度にして、どちらかといったらこれは甘いお漬物の味付けの仕方です。これは食べ過ぎに注意してくださいっていうぐらいね箸が進んじゃう漬物ですから、興味がある方ぜひ作ってみてください。さあお隣は大根のたくあん漬けのアレンジですね。こちらの動画で
即席たくあんの漬け方っていうことで紹介しました。実はね、このたくあんの漬け方、切り方を変えてこういうふうに違う野菜と一緒に合わせてしまうと全然雰囲気変わって見えますね。立派なおかずの一品になります。さっぱりたくあんの味の漬け方で味をつけて、これね、お醤油気は入ってない味の漬け方です。で、生のパプリカと白ネギにはよく馴染んでいくようにごま油とちょっとだけ昆布茶を振りました。それと一緒にね、合わせてあります。これもね、美味しいですよ。やっぱり自分で作るとね、塩味がそんなにきつくないですからね、こういう風なおかずとしても食べることができます。さあ、次はパッと茹でた切り干し大根、錦糸卵、きゅうり、甘酢に漬けた人参、こういうものを合わせてマヨネーズで和えるサラダを作ろうと思って作ったものです。マヨネーズでね、和えちゃうとどんどん水が出てくるので、マヨネーズはね、上にポチョッとねかけました。このマヨネーズね、わさび味のマヨネーズにしてあります。マヨネーズそのまま使うんじゃなくって、私はこういう風に練乳を混ぜるのが好きです。味がね、マイルドになります。マヨネーズと練乳は合いますよ。献立の中にはいろんな味があった方が楽しんで食べることができます。ここはね、あえてちょっと変化を持たそうと思ってわさびを入れました。マヨネーズにわさびを入れるとき、結構たくさん入れないとわさびがね、ピリッとしてる感じが感じられないですよ。見ての通り結構たくさん入れてます。さあ、次、こちらはですね、この日お肉が食べられないっていうお客さんが来られてたので、お肉なしの献立ということで考えてます。これはね、野菜しか入っていない餃子を作りました。レシピ的にはね、まだね、ちょっと気持ちが固まってないので、固まり次第ね、また紹介したいと思います。中身はキャベツ、玉ねぎ、ニラ、ニンニク、生姜で、野菜しか入っていないので、これはね、油揚げを刻んで入れてみました。味付けの仕方、普通だったらね、塩コショウとごま油とお醤油と、そういう味付けにしますね。餃子の中身っていうのは野菜オンリーなので、パンチにかけるかなと思ってオイスターソースも入れてあります。生姜を刻んだ甘酢のタレで食べてもらいます。外側の皮はね、おやきの皮、こちらのレシピを使って餃子の皮は作りました。皮が手作りしてあるので、とても美味しいなっていうお客さんの声をいただきました。さあ、お隣は人参しりしりですね。人参しりしり、知ってる人は知ってますよね。これ出どころはね、沖縄料理なんですよ。卵とよく合わせてありますけど、私はね、これ人参とシーチキン、これで人参しりしり作りました。しりしりっていうのはね、沖縄の方言で千切りっていう意味だったり、スライサーで薄くスライスしてスリ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 ってするから、しりしりってそっから来てるっていう説もあるみたいです。何もない時、お弁当の隙間を埋める、人参だったらどこのご家庭にもね、冷蔵庫にありますから、簡単でいいですよ。ごぼうの入ってないきんぴらごぼうを作ると思って味をつけてみてください。さあ、最後、これはよもぎのお団子です。こちらの動画でね、紹介してますね。よもぎを摘んで作る簡単甘納豆入りのお団子です。このお団子はね、お豆腐と団子の粉で作ってあります。春に摘んだよもぎが茹でて冷凍してあるんですね。まだまだいけます、よもぎのお団子。お団子を作って茹でてジップロックに入れて保存できます。使う時にね、カチカチのお団子をまた熱湯の中にポチャンって入れて茹で直せば、こういう風にすぐ食べれます。よもぎのお団子ですけど、よもぎなしでも全然 OK ですから、お団子の粉とお豆腐でどういう風に作るのかな、興味がある方はこちらの動画を参考に見てみてください。今日はね、こんなご飯を作りました。孫は優しい献立。さあ、来週もお楽しみに。それじゃまた。